えー、こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、私の大好きな大好きな、まあ大好きなドラマいっぱいいるんですけど、うん、まあ本当に皆さん大好きなんじゃないかな。バディリッチのお話をしたいと思いますね。うん、えー、バディリッチっていうのは、まあ今日はこういう内容で、えー、まず年表ですね、バディリッチさんどういう、えー、ご一生を迎えたのかというお話と、まあ厳しい人だったみたいですね。でも理由がありまして、まあそのお話と。夢が読めなかったそうですね。あんなにすごいのにね、えー、ドラマとして超絶テクニックでいろんなことを、まあ、 やることによって、まあ、こう、ドラマーの、こうス、スタードラマー、この人がスタードラマーだったがゆえに、ドラマーの、こう、なんていうんですかね、こう、要は、んエンターテイメント性がすごく増えたような気がしますね。で、ボツゴスカラシップコンサート、これ、まあ、あの、有名なビデオがありまして、僕もこれも本当に大学生の時死ぬほど見ましたね。100回、200回見たんじゃないかなと。毎日見てましたね。というわけで、この辺のお話をしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。 はい、バディリッチーですね。えー、1917年ってことはもう本当にあの、ビバップ創世期の人たちともう本当の同い年ぐらいで、実際にですね、えー、チャーリーパーカーと一緒に演奏してるので、1歳でスティックを持って1歳半でステージですよ。これすごすぎないですかだいたい1歳ってで、ね、うちの子でもそうですけど何にもできなかったですよね。本当にあの、こんなに機能がないもんなんだなと。人間としてので、ね、も1歳でスティックを持って、なんかお父さんのそのスティック、 ス,スプーンとかフォークでこうやって叩いてるのを見て、これスティック持たせたらいけるんじゃないかなと思って、まあ一切ハンデスティッお父さんとかさんは、ね、ボードビルっていう、その、いわゆるまあ、ショーアップしたまあサーカス団みたいな、そういったところにいたみたいなんですね。で、えー、1939年にはトミードーシーバンド、まあまあ、他にもいっぱいスイングジャズビッグバンドなんかで演奏してました。1947年はバードディズですよ。 ディジー・ガラスピとチャーリー・パーカーですかビバップ。要は、スイング時代から、もうこのビバップの創世期の頃の、あの、一番、まあ、軸となるアルバムでもう参加しているわけですからね。50年代にはもうハリー・ジェームス・バンドという、まあ、この、もうジャズの一番こう、売れてる時,時代にですね、ハリー・ジェームスっていう、もう要は、まあ、もう、人気、 ビッグバンドの、しかもスタードラマとしても、ドラマがど、真ん中ドカンである形で演奏してますから、ね、めちゃくちゃかっこいいですね。この辺のビデオもいっぱい出てますんでね。1966年には自分のバンドでやってみて、この辺は本当にあのビッグスイングフェイスとかね、有名な曲がいっぱいあるんですけど、ヤゴタトライとかね、まあバディーチバンドのね、ナッ、ナッ、ナッビールとかね、えー、もうこの辺はもういっぱいありましたけど、もうあの独特のスインググルーブがすっごいかっこいいです。まあ、すごい上手いのに、 スイングし続けるのがすごいですよね。ここはもう本当すごいなと思います。1987年にロサンゼルスでお亡くなりになられているってことですね。まあ、まあ、スタープレイヤーでも本当にスターだった。大スターだったと思いますね。うん、厳しい人だった人でですね、演奏中にメンバーの入れ替え、総入れ替えとか、ビッグバンドやってて、もうあの、トランペット隊もお前ら首だからって言ってで、やっぱ控えがいたりとかですね、するらしくて。で、まあ、 え、ミストーン1個について罰金があったとか、なんかこう、い、いまいちなフレーズでアドリブでいまいちだったらそこで罰金があったとかですね。そんなのミストーンはですね、絶対、まあミストーンじゃないですか。でも、いまいちとかっていうのは人によって決めるんで、なんとも、どう、どうやってやってたのかよくわかんないですけど、結構な金額の罰金だったという話ですね。 サックスプレイヤーが熱があると言っても休ませなかった。理由は、えー、親がボードビルでナイフ投げをしていたということですね。あのー、まあ、立ってでも演奏しろっていうふうに言ったらしいんですね。で、これは僕はあの、サ藤純さんから聞いた話なんですけど、なんかその理由はお父さんとお母さんが、まあ、ボードビルでナイフ投げをしていた。これ、これ本当かとかちょっとわかんないですけど、どうしても探せなかったんで、でも、ナイフ投げをしてたと。で、お母さんの上にこう、リンゴを乗せてお父さんがそれを射抜くんだと。それをやってたと。 熱が出たからって言って、失敗したらお母さん死ぬだろみたいな。人から金を取るっていうのはそういうもんなんですよ。ショーの中に、ステージの中に足を踏み入れるっていうのはそれぐらい厳しいものなんだ。だ熱があるから結構ほたらかせるのかと。そういうところで、ものすごく真剣な人だったんですね。だからそのショーに対してのすごいこの、プロ根性がすごかったんだと思うんですけど。まあまあ結構人にそういうことやって、やっぱ厳しい。なんかね、昔ね、これも探したんですけど、なかったんですけどね。YouTube でね、えっ、ー、と、バディリッチが、 なんかこう、すごくスラングでこう、メンバーを怒ってるやつを、こう、ラップにして曲にしてるっていうやつがあって、なんか大笑いしてましたけどね、あのミュージシャンで、向こうのミュージシャンでお笑いして、え、こんなのあるんだって、結構有名なお話らしくて、まあ厳しい人だったんでしょうね。譜面が読めなかったっていうことですね。もう有名な話ですね。だから譜面、これを、 ねえ、元に僕は譜面を読めなくていいんだっていう人も結構いると思うんですけど、ね、一度代わりのドラマがこうピュッと叩くんですよ。ね、で、そしたら一回聞いたら全部覚えるっていう。まあ、それはね、ちょっと特殊技能ですよね。だから,だからと、あまり練習しなかったっていう話も書いてるんですけど、これ逆にものすごい練習したとも聞いたんですね。ずっと練習してる人だったっていうふうにも聞いてるんで、まあ、どっちが本当かよくわからないですけど、あれ練習なしで行くって、すごいことだなと。まあ、でも一巡してるんでしょうね、多分ね。あの、 多分前世めちゃくちゃ練習したんじゃないかなと思ったんですけどね。だいたい一歳でドラム叩くとかておかしいですからね、それはね。自分の中でちょっとあんまないですね。モーツァルトとかそういうのと一緒ですね。多分前世なんかもうやってきてると思うんですよ。もう勝てないですよね。 一周れですからね、僕らはね。えー、トミー・フラナガンとかもそうなんですよ。譜面読めない。ね。で、そのベースの人が弾いて、それで、こう、あの、覚えちゃうみたいな。でもね、それはその才能があるから許されるわけで、譜面を読めるようにした方が仕事は絶対早いですよね。だから、譜面をパッと見て、それを読めるようにした方が多分普通はそっちの方が良くて、 あの、全部覚えたって、そんな覚えきれないんで、時間がかかっちゃうし、しかもこう、何曲も何曲もあるとね、やっぱ譜面が見た方が早いですから。これをね、こう、バディリッチは譜面を読めなかったんだよって言って、譜面を読まない人がいますけどね。それは、んじゃあ、ミスるなよって感じになるわけなんですよね。ミスったらですね、罰金ですからね。バディリッチバンドはね。ってことはもう絶対間違えない人だったわけですよね。今度イントロコピーしたやつをちょっと解説するんですけど、イントロやったら、一回メンバーがパッと入ってミストーンしたから、 一回バッてちゃんとやろンド止めるんですよ、本番中。すっごいですよね。だからそこら辺に対する音楽の厳しさっていうのは、ね、すごいですね。全然気づかないレベルなんですけどね。僕はドミニク・ミラーバンドこの間見に行った時、全員譜面見てなかったんですね。あの人たちめちゃくちゃ譜面強いのに見てなかったってことは、もうその先を見てるわけですね。だから譜面を見ると、 あのー、どうのこうの。僕はでもこの間ちょっとやったと思うんですけど、譜面は地図みたいなものなんで、やっぱ覚えてしまうのが一番いいですね。それから最近はだからできる限りアンプするようにしてますね。あのー、結構長いミュージカルコンサートのやつとかでも、できる限りあれを見てからは、あのー、全部アンプして、譜面はまあほ一応、お守りで置いとくけど、ほとんど見ないっていう形にはしてますね。 まあドラマーとしてはもう本当にね、セザミストリートに出演してアニマルとキャラとドラムバトルをしたりとかですね。まあそういうこうエンターテインメントだからそういうこうテレビ番組とかでそういうところで子供たちの番組そういうのやったりとか、ドラムなしでね、こう。 あ一応いいいろろ叩たたパフォーマンスをしたりとかそういうやってる人はいたんでしょうけど、そういうのテレビでやったりとかしても、うスター中のスターなことをやったりとかですね。ドラムセットを宙にぶら下げて、ビューってぶら下げて、でぐるぐる回しながらドラムを叩くんですよ。これトミーリーってあの、えー、モトリクルのトミーリーがやってるんですけど、これって元々の原点はこれバディリッチなんですね。で、まあ、ボツゴフスカラシップコンサートでやってるんで、あのビデオが出てるんですね。えっと、娘の えっと、キャシー・リッチさんが、と、まあ、ジルジャンが組んで、まあ、こう、バディ・リッチの、その、ドラムのことをこう、まあ、ちょっと伝えていきたいということで、まあ、この、この辺の人たちですね。まあ、他にもデニス・チェンバースとかニール・パトルとかいろいろいるんですけど、まあ、この3人が、あの、三人でこう、ドラムのバトルをやるんですけど、これがすごく良くてですね。で、昔はやっぱり、ウェックルが好きだったんですけどね、ウタとかね。スティーブ・ガットはどっちかってこう、重たい感じがしてあんま好きじゃなくて、今、やっぱガットが一番かっこいいですね。 あの、一番どっしりしてる感じですね。二人は流れるような感じなんですけど、こっちがどっしりしてるから、すごい、あの、いい形のアンサンブル。ドラム三代のアンサンブルす。すごいかっこいいですよね。で、この収益は奨学金として使われたんですね。これですね、日本で一番目、最初に取ったの、うちの師匠なんですよ。斉藤純さん,んですね。日本初のスカラシップ受賞者なんですね。これの集めたお金をも,もらってるんですよ。すごいなと思って。まあ、改めて師匠すげーって。まあ、 あんましね、死守言わなかったんですけど、ふってそういえば、この間聞いたことあるなと思って調べてみたら出てましたね。すごい人ですね。ダサイトジュンさん本当にね、練習大好きな人、ずっと練習してる人なんですよ。えっ、ー、と、前も話したかもしれないんですけど、僕があの、 レッスンとかをね、普通、レッスン遅刻って10分15分じゃないですか。レッスン4時間とか遅刻するんですよ。どう、なんだろう、それと思ってて。いや、電車乗り遅れてさ、とか言っててさ、なんかこう、いや、車が混んでてさ、そういうレベルじゃないじゃないですか。で、大好き、大好きで仲いいんでね、一回あのー、なんかいろいろこう、あの、坊やってる時に、なんであんなに、ジュんさん遅れちゃうんですかって言ったら、なんかその、朝、教本やるんですって、一冊。で、そ,その時に、 基本が終わらないと家が出たくないと。だから、2時間3時間平気で遅れちゃうという形なんですけど、ほん、それくらい、まあ、本当にね、最近ね、去年とか見ましたけど、いや、目が飛び出るぐらいうまいですね。僕も、この人も半分も叩けないなって、本当に思います。学然とするぐらいうまいですね、本当に。楽器が、音色もすごいし、リズムもすごいし、まあ、もうほに全てすごい。えー、っと、ウェイン・ショータとかね、あのー、 まあ、ジョージ・メンスのバンドにいた人だし、パストメッセリーとかチッコリアとかと一緒にやってる人なんですけど、すごくないですか日本でそういう人いるんですよ。えー、そういう人ですね。今日本に住んでらっしゃいますけどね。本当に素晴らしいドラマだと思います。斎藤潤さんという方ですね。まあ、バディリッチの小学校のソロにふさわしいドラマだと本当に思いますね。 バジリチを生で見た人はみんな扇風機が逆に回ってるとね、逆、扇風機ってビューンってやって、こっち回りなんだけど、ブーンって反対になってるって言うじゃないですか。それがなんか、スティックがこうやってなってるんだけど、なんかブーンって反対に、反対が動いてどういうことなんだよくわかんないんですけど、そうやって、なんか3人ぐらいみんな同じこと言ってたんですよ。逆に見えたって言ってたって、それぐらいスティックが速いみたいなね。本当にね、もう超絶テクニックなんだけど、それ以上に音楽的で、えー、っと、スイングするんですよ。もうほんとすごいから。 うみたいなね。もうあのー、これはもう神なんで、この人はね。あのー、意味がわかんないって感じですけど、本当にね、すごいドラマだったと思います。あのー、いろいろリンクを貼っておきましたので、ぜひね、知らない人ぜひ見ていただきたいですし、まあもちろん、よく知ってるっていう人ももう一度ね、見ていただけると。 でも本当最近 YouTube でいろいろ見れますからね、すごいですよね。はい。本当にすごいドラマーだと思います。というわけでですね、今日はバディリッチの解説をしました。えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。